はい、もちもち TV のもちです。静岡県を中心に、まあ、静岡県にしかないのかな。まあ、ハンバーグの爽やかっていうお店があるんですけど、まあ、結構人気なお店で、もう県外からも結構いろんな人が来るんですけど、まあ、今回はそのお店で何日連続でハンバーグを食べられるかっていうのをやっていきたいと思います。ちなみに現在は10月25日です。この10月25日から何日連続でハンバーグを食べ続けて、で、どこで飽きるのかっていう、まあ、そもそも爽やか自体が結構美味しいので、その、まあ、飽きたなーっていうとこがどれぐらいになるかっていうのを検証していきたいと思います。はい、ちなみに爽やかはホームページで待ち時間を確認できるんですけど、まあ、御殿場アウトレット店がこの日は平日の昼なのに112組待ち、278分待ちということで、278分って言ったら4時間半以上ですよね。もうほんとディズニーのアトラクションか、まあ、ディズニーのアトラクションでも4時間半以上待つことってあんまないと思うんですけど、本当にすごいですよね。昼ご飯に行ったら夕ご飯になるみたいな。すごい、もうここだけはちょっと行きたくないなって思いました。10月26日です。はい、この日も初日と同じで、まあ、ランチの原骨ハンバーグセットのライス大盛りを頼みました。この日は初日と違って、まあ、一人で爽やかに来たんですけど、まあ、爽やかってもともと混んでるので、4人掛けのテーブルになんか一人で座るのって、なんかちょっと申し訳ない気持ちになるんですよね。はい、今日は10月27日の木曜日の、まあ、5時前なんですけど、まあ、この時間だと、もう爽やかも、まあ、平日ですし、こんだけ、もう全然人がいない感じですね。もうガラガラですね。なんか珍しい光景ですね。本日は3回目にして初のディナーということで、こちらの C セットにしました。アンケートに答える前回のレシートを使うと、喫茶メニューが110円引きになるということで、セット料金からも割引されるので、まあすごいお得なんですよね。ちなみに毎回オニオンソースなのはオニオンソースが好きだからで、まあ、デミグラスソースも一回食べたことあるんですけど、やっぱ肉汁たっぷりの爽やかのハンバーグにはオニオンソースが最高だなって思います。はい、ということで本日もごちそうさまでした。まあ、3日目ともなると、まあ、ちょっと重くなってきたかなっていう感はありますけど、でもまあまだ全然美味しいですね。はい、爽やかではハンバーグを持ってきてくれた時に店員さんがソースかけますかって言ってくれるんですけど、ここであえてまあいいですって断って、まあノーという勇気ですよね。
断ってで自分でソースをかけることができるので片方を岩塩で食べることができるんですよね。まあ、岩塩で食べると肉本来の味が本当に分かってすごく美味しいですけど、なんか僕は調子に乗って岩塩をかけすぎたのでちょっと今回しょっぱかったですね。ちょっとこれ後悔してます。はい、そして4日目にして初めてパンを食べたんですけど、やっぱパンも美味しいですね。パンもなんか本当に香ばしい感じのパンで、なんか普通のパンって感じがしないので、あ、パンも美味しいなって思ったんですけど、やっぱり相性はライスとの方が合うなって思いました。はい、ということで4日目も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。はい、本日は10月29日の15時46分から47分になったとこなんですけど、まあ連続爽やか生活なんですけど、まあ4日行ったらもう5日目はいいかなっていう気持ちになって、別に飽きたとかじゃないんですけど、爽やかに行くっていうことに心躍らなくなったので、まあ4日連続でやめとこうかなと思います。まあとりあえず今回はげんこつハンバーグ縛りで4日連続来たんですけど、まあ4日間ともオニオンソースをかけたので、まだデミグラスソースを1回も起用してないし、しかもミックスソースっていうとなんかオニオンソースとデミグラスソースと半分ずつ出てくるっていうなんか裏技が爽やかにはあって、それも試してないし、若干消化不良な感はあるんですけど、行くということになんかワクワクしなくなってきたので、まあ行ったら行ったで食べたら食べたで美味しいんですけど、まあここら辺でやめとこうかなと思います。まあもともと無理して続ける気はなかったんですけど、まあとりあえず僕がワクワクしながら心躍りながら爽やかだっていう気持ちで爽やかに行ってから帰ってくるとこまでずっとワクワクしながら美味しく楽しくいい気分で過ごせるのは4日連続ということでした。まあ爽やかはハンバーグだけじゃなくて他の商品も美味しかったりするので、このハンバーグにこだわらなければもっと連続爽やか生活できたと思うんですけど、まあ僕の大したことない記録を参考にして皆さんもぜひぜひ連続爽やか、お近くの方は特に試してみてください。はい、以上もちもち TV でした。